始まるよ。はい、と、声優7本、デラックス高柳さんだ。連続で撮影しています。はい、なので服装も同じです。ということで、本日はこちらを紹介します。はい。EX03 でございます。こちらはですね、劇場版ウルトラマンタイガーの出てきたね、最強の姿たちですね。まあ前回出てきた最強の姿じゃなくて、こちらはどっちかっていうと、まあ、本当にこれになる、このウルトラマンレイガーになるためのやつですけど、はい、実際はね、この銀河ビクトリーのベータスパークアーマー、オーブトリニティ、リードのウルチメイトファイナル、ウルトラマングルーブ、そして、こちらのね、ウルトラマンタイガートライストリームの6つを合わせた、姿がこのウルトラマンレイガーなわけでございます。いや、めっちゃ熱いわじゃあ、開けていきます。まずはこちら、ウルトラマン銀河とビクトリーが合わさったウルトラマン銀河ビクトリー、ウルトラマン X に、ティガ、ウルトラマンの、2つの力を合わせた、ベータスパークアーマー、そしてウルトラマンオーブに、銀河ビクトリー X の力を合わせた、ウルトラマンオーブオーブトリニティ、ウルトラマンジードが、ギガファイナライザーという武器を使って、最強の姿になった、ウルトラマンジードウルティメートファイナル、ミナト三兄弟が合体したウルトラマングルーブ、さっき紹介したウルトラマンたちに加え、ウルトラマンタイガートライストリームと合体した、ウルトラマンレイガでございます。という感じでね、早速音声を確認していこうと思います。ではまずはギンガビクトリー、エクシードエッグ、ベータスパークアーマーで、オーブトリニティ、これの後に入れたら、もしかしたらレイガーになれるかもしれないなっていうことを今考えました。テレビシリーズでトライキングから、ファイブキングになるような感じでやったら、ワンチャンあるんじゃねと思ってます今。そんな奇跡はなかった。じゃあちょっとレイガーだけ確認しますね。じゃあ必殺技を確認していきましょうか。
多分ですけど、ウルトラフュージョンシュート、ベータスパークアロー、トリニティウム降臨だと思われます。序盤2つは分かりやすいけど、オーブだけちょっと難しいな。多分グルーヴは間違いなくグルービウム光線なんですよ。ジードどっちだろう。クレセントファイナルジードかレッキングノバかだと思われます。はい、ということで、以上 X03 の紹介でした。でも僕は個人的な話をさせていただきますと、前回の02の方が僕は好きですね。で、最後ちょっと確認したいんですけど、このジードって最強の姿って言ったら皆さんこっちのイメージが強いんですよね。じゃあこれでやったらデルタライズクローじゃない、なんか、すごい姿になるんじゃないかなという説を立ててやりたいなと思います。ウルトラマンゼロビヨンドのね、変身音声が鳴った瞬間に動画はパンって止まりますんでね。じゃあ行きますよ。